敦賀港の物流の効率化に向け、国と県が進めてきた丸山南地区の国際物流ターミナルの拡張工事が完了し、11月26日、拡張部分の供用が始まりました。この日は II プラザで式典が開かれ、国や県、市の関係者などおよそ130人が供用開始を祝いました。敦賀港は貨物を積んだフェリーのほか、トラックやトレーラーが自走で乗り降りできるろうろう船が就航するなど、国内外の物流拠点となっています。貨物の積み下ろしを行う丸山南地区の国際物流ターミナルの拡張工事は2017年度に始まり、国土交通省北陸地方整備局が岸壁を130メートル延伸、福井県が不当用地 5.5 ヘクタールを拡張しました。総事業費は158億円です。近年、敦賀港では取扱貨物量が増加し、丸山北地区の貨物置き場の不足や積み下ろしの際の混雑などが課題となっていました。今後は敦賀と北海道を結ぶろうろう線の貨物を拡張した丸山南地区に集約することで課題を解消し、物流の効率化を図ります。式典では杉本達治知事が、供用開始で荷役の効率も上がる、来年3月には北陸新幹線が敦賀にやってきて、鉄道も含めて人や物が敦賀に集まると式辞を述べました。続いて、国土交通省港湾局の稲田雅宏局長が、国際物流ターミナルの拡張は大変時期を得た取り組みで、今後ますます物流機能を強化しなければいけないと述べました。また米沢浩二敦賀市長が祝辞を述べ、港の振興を敦賀市の発展につなげていくと決意を語りました。最後は関係者のほか、敦賀西小学校と松原小学校の児童がテープカットとくす玉割りを行い、供用開始を祝いました。どうぞ。盛大に拍手をお願いします。皆様はお拍手をやらせていただきますので、そのままでお願いいたします。なお、丸山南地区の国際物流ターミナルについては、国が岸壁をさらに220メートル延伸し、県が不当用地を 4.8 ヘクタール拡張する事業に今年度から着手しており、2027年度の完了を目指しています。